立憲民主党の蓮舫参議院議員が東京都知事選への出馬を表明しました市長選は圧倒的に現職有利と言われ陰りが見えたとはいえ小池都知事の集票力は軽視できない状況でリスクの高い出馬とも言えますただし出馬会見を見る限り退路を立っているような様子もなくおそらく衆議院への蔵替えとそれでダメなら来年の参院選出馬という手厚い保険がかけられているのかもしれません このあたりのからくりは後ほど詳しく解説しますが、とにかく気になったのが出馬会見の異様なムードです。最初に当てられたのが YouTube チャンネルアークタイムズの大型記者で、次が同チャンネルのキャスターを務める東京新聞の茂木記者です。2人とも質問時間が長く複数質問をするという VIP 待遇でした。 その後も小池都政に批判的で蓮舫さん推しのフリ益記者の質問ばかりで大手では NHK と朝日新聞が質問したぐらいで会見は蓮舫さんの冒頭発言も含めてわずか30分で強制的に終了となりましたもちろん蓮舫さんに不利な質問は一切ありません最後は蓮舫さんの退出時に拍手をあふる人までいて見ているこっちが恥ずかしくなるような提灯ぶりでしたうわー 蓮舫さんといえば、民進党代表時代に衆議院総選挙が政権選択選挙であることから衆議院へのく替えを求める声もありましたが二重国籍問題もあって辞任しててそのままま参議院に残っています自己保身が目立つ人でもありますがどうしてリスクの高い都知事選出馬を決意したのでしょうか。 まず三保線と静岡県知事選で野党候補が勝ったことは大きかったと思いますがそんなことでは蓮舫さんは納得しないでしょうおそらく蓮舫さんには落選した時の救済プランが複数用意されているのではないかと見ていますまず一つ目は衆議院の解散が近くに予想されていることから比例での優遇か選挙区での国政復帰です これに関しては選挙区が空いていないという声もあるようですがそもそも蓮舫さんを都知事選に出馬させる代わりに落選時の滑り止めとして東京26区を用意していたと言われています元は東京3区だった松原仁議員が新区割りの地盤の関係から26区での出馬を要請していましたが蓮舫救済プランのために松原仁議員の要望を都連が拒否し続けたことで最終的に離党して無所属となっています 蓮舫さんとは盟友の手塚義男トレン幹事長とともに仲間に資格を送ることが過去にもあったことから3区支部長を拒否して無所属の26区となった松原人討伐を決行しても不思議ではありません。さらに次ののプランは参議院でで再出馬です 知名度の高い蓮舫さんなら、辻元さんのように比例で再挑戦する優遇も考えられますが、定数の多い東京選挙区では、蓮舫さんの辞職による補選は行われず、2025年の参院選選で補充選挙が同時に行われます。このパターンは、横浜市長選出馬のために辞職した松沢重文さんが、市長選落選後の参院選に再出馬して2当選。 新たに任期6年となりましたがこの選挙は補充選挙も伴っていたので定数4に対して5位となった水野本子さんが松澤さんの残り任期3年を引き継ぐ補充当選となったことがありますこれと同じパターンであれば2025年改選の塩村彩香さんとの2枚看板となりますが 自民党の丸川珠代さんと維新の音喜多旬さんがすでに衆院く替えを予定していてどちらも当選すれば東京選挙区はガラ空きとなって蓮舫さん、塩村さんのダブル当選も十分見込めます最悪補充選挙の7位でも任期3年はありますので衆議院く替えと合わせれば保険としては十分すぎるのではないでしょうかちなみに自民党が蓮舫さんをしばらく国政から消すプランとしては 都知事選に合わせて衆議院を解散すれば、2025年の参院選まで再登板のチャンスはありません。まあ、これはすべて予定に過ぎず、政治は日々動いていますので、こうもうまくはいかないかもしれません。例えば、解散時期を遅らせて自民党が復調したら、衆議院選挙で落選した立憲の衆議院議員が、参議院へのくら替えを要望してくることも予想され、どこまで蓮舫さんを優遇できるかもわかりません。 それでも蓮舫さんという人間が何の保証もなく挑戦することは考えられなくて以上のような手厚いセーフティーネットがある可能性は極めて高いと言えるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。